まず公演1、王子豪さんによるご公演です。王子さんは演題 COVID-19 パンデミックに対する日本の対応の変遷についてお話しされます。王子さんは感染症内科医で神戸大学医学研究科准教授としてご活躍です。医学部附属病院の感染症内科臨床検査部感染制御部の横断的な活動を行っていらっしゃいます。また学外でも神戸市感染症審査協議会の外部委員、そして医療産業都市における企業の倫理委員会の委員などにも関わっていらっしゃいます。では王子先生、どうぞよろしくお願いします。こういうタイトルですけど、ちょっと破談してさせていただきます。対応の変遷を歴史を追って淡々とやっていこうかなと思って、こういったタイトルにしたんですが、まあ、今を振り返って、まあ、その災害としての COVID-19 の、流れをちょっと見ていきながら、現時点今どういうふうな感じかっていうところまで含めてお話ししようかなと思います。で、まあ、COVID-19 って言って、もともと原因のウイルスは SARS-CoV-2 っていうところなんですけど、大体のウイルスってやっぱり自然宿主っていうのがいるんですよね。それで、まあ、よく皆さんニュースで聞いて怖いなと、エボラウイルスは、まあ、おそらくフルーツバットが自然宿主やと考えられてるんですよね。それで問題は、まあ、宿主をまだわからないっていうことなんですが、まあ、人に感染することが分かっているコロナウイルスの中では7番目に同定されたものということで、まあ、有名なのはこの風邪を起こすやつはいいんですけど、この SARS-CoV-1 っていうやつが、まあ、2002年に広東省での一番初めの SARS の原因になったウイルスで、明らかにこれとは違うんですよね。現在これ行方不明です。でもう一つの中東呼吸器症候群ウイルス MERS-CoV っていうのは、これは今も散発的に流行していて、まあ、典型的にラクダに乗ってラクダに触ってっていうことで、まあ、ラクダ宿主ちゃうと言われず、いやいや違うっていう話があるんですけど、まあ、特定の場所に行ったらかかって同じように肺炎になるウイルスにはなります。それで、まあ、こんだけ7種類ってやるんですけど、まあ、この色ついてるやつらがかかるとまずい肺炎を起こすっていうものになりますね。ウイルスの病気ってなかなかイメージが湧かないと思うんで、毎回ちょっとこういうのを出すんですけど、ウイルス感染症に発症するっていうのは、健康な人が病原体が入ってそれが免疫によって、まあ、排除されなかったら、排除失敗したら急性発症して人にうつす状態で、インフェクシャス、ごめんなさい、人にうつす状態で生活し続ける、それか治っちゃっても人にうつさない状態になる、または共存して人に感染させる状態になる、それとも共存して人に感染させない状態になる、なんかこんな感じにその後感染した人っていうのは変わっていきます。これどういうことっていう話なんですけど、まあ、例えば皆さんウイルスとは本当に僕も含めて付き合ってるわけなんですけど、例えばヘルペスウイルスって1番2番3番4番5番あたりがメジャーなんですけど、体調悪い時に口のところにブツブツが出てきてヘルペスやとかいう子どもさんとかいらっしゃると思うんですけど、大人とかいらっしゃると思うんですけど、これは一度感染して共存モードになって人に負担を移さない状態、ノンインフェクシャスの状態でヘルペスが体の中にいるっていうところなんですね。で、体から消えません。一方、例えば B 型肝炎の患者さんとか見ると、一気に感染して中和抗体が出てきて一旦落ち着く人は、この共存のノンインフェクシャスなんですけど、今のヘルペスと一緒で抑えてる要素を取り上げると、ブロックを外すと、免疫のブロックを外すとワッと暴れてくることになるんですね。またはそういった封じ込めることもできないで、共存して人に移す状態でキャリアの状態になるっていうところもあるわけです。まあ、コロナに関してはもともとこんな感じで、急性発症で感染させる状態でしばらく続いてこのまま収まってしまうか、ノンインフェクシャス、うつらない状態になるか、どっちかかなと思ってたんですけど、まあ、最近ちょっと
長い間活動性の慢性活動性コロナ肺炎になる人とか、体の中にずっと残って、それがいわゆるロングコビットの、原因になっとんちゃうかっていうようなことも言われていて、ちょっとまあ、B 型肝炎ほどこの下の共存モードは ないんですけど、一部はこういう慢性的に体に変わることが起こるんちゃうかってことが考えられています。で、すべてのウイルス感染って、なんで感染したら困るのかなっていうところなんですけど、まあ、ここはなんか実はコロナに関するすべてで、なんか英語で書いてるから、なんかすいません、ちょっと見にくいかもしれないけど、青い水色のギュンって上がってウイルスの形が書いてるこのグラフですね。これがウイルスが増殖して免疫にやられて減っていくのを表しています。で、その後になんかいろんなこの色付きの山がこうできてくるんですけど、これが一応肺に対する病気がどんどんひどくなっている状態になります。それで、初めのウイルスが増えている状態は、ウイルス自身が自分の体を壊しに来ている状態なんですけど、その後のこの山がどんどん増えていくのは、逆にウイルスに対する自己免疫が体を壊しているっていうところになります。実はこの2段階っていうのが結構コロナ肺炎の特徴で、コロナの困ってる、急性期のコロナの肺炎の困るところにはなるわけですね。だからある意味その B 型肝炎っていう病気もそうなんですけど、ウイルス自身が体を壊すんじゃなくて、ウイルスに対する自己免疫では結構壊しちゃうっていうのが悩ましいところになります。この辺、例えば僕も専門にしている HIV っていうエイズですね、エイズのウイルスとかは感染した、どっちかいうと細胞を直接 T リンパ球、特定の T リンパ球を感染して破壊していってしまうことで、それ自身が問題になって自己免疫の側面があんまり問題にならないんですけど、コロナはとにかく自己免疫で体が二次的に壊されることがすごく大きな問題になってくるっていうことになります。っていうふうな病気と我々ずっと戦ってきたんですけど、まあ感染症と人って結局一番初めの頃から思ってたんですけど、やっぱり人々感染症っていうのはマラリアとかと違ってなかなかなくならない、また入ってきた時に非常に社会に衝撃を起こすっていうのが知られてきています。まあ有名なのはプレーク、ペストですよね。6世紀、14世紀、17世紀、19世紀考えると日本って意外とペスト大流行してないなって歴史を振り返って思ったんですけど、まあ島国やからかもしれないですね。で、やっぱり今振り返ってみると、なんかヨーロッパって、なんかすぐロックダウンやとかしてましたよね。強力になんか人権制限かけてましたよね。まあ今もそうなんですけど、やっぱりこれって彼ら彼女らやっぱりペストの歴史との付き合いっていうのがあるんで、やっぱりあんまりそこためらわないんですよね。逆になんかあんまり強力ロックダウンっていうのが、まあ、ベトナムとかもしてるけど、アジア諸国ちょっとためらわれるのは多分この経験がないからねと思うんですね。まさにここの人権制限に関する考え方っていうのは今日はメインじゃないからあんまり話すつもりはなかったんですけど、ちょうどオーストリアからのビエナ、ウィーンの方がちょっと仕事で共同研究で1ヶ月ぐらい12月昨年ですね、神戸大学医学部に来てらっしゃったんですけど、まず言われるのが、まあもともと聞いてたけど本当に日本って対策緩いよねって言われまして、まあ僕もそう思うよって、まあその法律制限がないからねマスクにしろって言ったら、やっぱりもうかなりコロナのマスク対応に関しては公共交通機関はN95 マスクつけなきゃマジ乗せてもらえない、中で外すと即降ろされる、抵抗すると逮捕、まあ逆にそこまでの人権制限がやはりなんかやっぱり日本はちょっと雷雨防法の問題もあったんで抵抗があるんですけど、それがやっぱり最終的にはすぐに受け入れられるのがペストの歴史かなと思ったりはします。それでもう一つ、ロックダウンでちょっとコントロールしきれなかったのがやっぱりいわゆるスペインインフルエンザ、スペイン風邪ですね。でこれに関しては今の世界状況を考えるとやっぱりよく比較されるのが1918年のスペインインフルエンザ、まさにこのコロナ肺炎と似てますよね。それでやはりこの死亡率っていうのは世界全体で5億人が感染して5億人、で死者4000万人、ちょっと死にすぎですよね。
でやっぱりこれも人の移動がかなり激しいんで、やっぱりそれで亡くなったのかなというのもあるんですが、やはりその当時の話を今このコロナと照らし合わせて聞くと、もちろん当時感染した人で生き残ってらっしゃる方ってもう高齢でいらっしゃらないんですけど、うちの親父がさっていう話聞くと、やっぱり東京の一高の親父が一高の学生やって、下宿3人で親父で3人かかって、おかれ2人死んでっていうのがすごい怖かったっていうのを知り合いに聞いて、あ、やっぱりそういう病気やったんやと思いました。まあ、ちょっと若者の死亡率はそう考えるとまだマシなんかなとは思いました。それでまあもう本当に一緒なんですよね。実はやっぱり日本に対してもこれかなりショックやったようで、まあ、ちょっと自分医学史が結構ライフワークの一つなんで、まあ、ちょっといろいろここに出してないの資料も持ってるんですけど、当時の軍の報告とか軍医雑誌とか読んでもなかなか対応策どういうふうにっていう、今みたいに三密対策みたいな感じでいろいろ考えてやってはります。まあ、だからこれ当時のネットでも転がっている新聞記事なんですけど、電車で席を避けようとか、官房の死者毎日200名を数えるとか、なんかもう本当に当時はなかなかなかったんで、ただ席でうつる、マスクは避ける、病原体としては今分からへんけど人々感染症最近じゃないやろっていうところでもう一致して、もうバッとこれ日本以外もそうですね、アメリカも対策をしようってことになったのがこのスペインインフルエンザが初めてやと思います。院内感染するんで、大病院がこぞって官房患者を忌避する、大学赤十字、まあ、赤十字いきなりね、いつもやり玉に挙げられやすいかなんか書かれてますね。あと船がやっぱり密室なんでみんな感染して入港したよとかいう感じで、まあ、これ当時のなんかよくネットでもある絵をちょっと拝借してきてしまったんですけど、まあスペインインフルエンザを受けて日本でこうみんな気をつけようねっていうイラスト絵本とかですけど、まあ、病人はなるべく別の部屋に隔離ですね。それでなんかみんなマスクして看病しようとか言って、それで汽車電車人の中ではマスクして外出となったらうがいして、まあ、ここからね、なんかうがい進行が日本に根付いたっぽいんですけど、なんかうがいそこまでどうかなっていうのは科学的にはあるんですけど、まあ、いつもこのワンセットでマスクとうがいっていうのがここから日本ではなってます。実はこれ社会と感染症、人々感染症、特に呼吸器で感染する感染症の付き合い方で考えると、ここからまあ和室の関係がさらに良くなって、手洗いっていうのがさらに重視されて、マスクって昭和に入る前から、大正から昭和にかけて言われ始めて、それでまあ病人が来る昭和の開業医の窓口が狭い窓口っていう、今みたいなおしゃれじゃなくて窓口になったってことで、ウィズインフルエンザっていうことにプラス肺結核ですねになったっていうのが社会とこの折り合った第一段階やと思います。まあ、その実際問題、うち僕の祖母が某赤十字病院のなんか看護師でちょっと総不調してたんで、うちの祖母とかもかなりこの結核のことをやっぱりこの流れですごく言われて、なんかその流れで自分も古本を買ってくると、なぜ紫外線消毒をしないのか、なんか結構なんか訳分からんことを言われたりしてたんですけど、まあなんか当時から何かそのうつる病原体は日常から対策しようっていうのは一般には言われてきて、ウィズインフルエンザ肺結核っていうことやったんでしょうね。で、まあ、現在のコロナ対策っていうのは、まあ環境での対応っていうことで、今日ちょっと時間の関係でこれが言えないですけど、換気システムの新たな見直し、あるいはモニタリングっていうことが今度の課題になってくるかなと思います。で、2つ目の個人防護マスクっていうのは、改めて見直されたり、そういったところのきっかけになるんじゃないかなと思います。それ治療薬の開発、予防ワクチンの開発、まあ、この辺でも3点で大体いけてるかなというところになります。で、治療薬の話はちょっと今日あれなんで、あんまりできないんですけど、まあ、さっきの健康病原体侵入、その後ウイルスが増殖するところをこの紫色の薬剤でブロックするか、または人工抗体であるその橙色のところでブロックするか、あとはそのワクチンですね、緑色のワクチンでブロックするか、でやっぱり生体の免疫反応が暴走し始めるフェーズになると、いろんな免疫抑制剤とかで
あの免疫をちょっと走りすぎるように抑えるかっていうところで、もう大体治療戦略は確立されてきたと思います。だからまあ、大体1週間から2週間でウイルス増殖と組織破壊が来て、ウイルスの免疫応答と繊維化っていうのがその後のフェーズに来て、そこを乗り越えたらいいっていうところなんですが、これなかなか肺っていう臓器が多分、厄介なところなんですけど、例えば骨って折れたら結構ひっつきますよね、高齢者でも。もちろん高齢者ってひっつきにくいんですけど、肺って、なかなか勝手に再生してくれないというか、再生してくれないっていうのは結構多分一番大きな問題かなと思います。それでまあ、じゃあ日本って今どれぐらいになったかな、すいません、ちょっと字がちっちゃいんで、ちょっと口で解説しちゃいますけど、献血の血清調査、2022年からの遅れぐらいに、どれぐらい自然感染した人いるかなっていうところで調べたら、大体北海道で 22% なんですけど、東京都では 30% ぐらいということで、感染したら残る抗体で見ると、まあ、大体 20-30% ぐらいが感染してるかな、地域によって変わるけどってことになります。ただこれも感染して時間経つと陰性化しちゃうんで、本当はもっと感染してるのかもしれないなっていうところが言えるかなと思います。さて、そうやって実際日本単体で見た場合、ワクチンを打った状態で感染してきたんで、まあ実はそこそこ乗り切ったんちゃうかなと思うんですけど、実はワクチンどれぐらい有効なんやろっていうのを、まあ結構アメリカのデータがわかりやすいんで見てしまうと、2022年の4月から9月にかけて見てるとですね、この上のすごいグラフ、これ死者数をログで見てるんですけど、打ってない人って1回でも打ってる人に比べてめっちゃなくなってるんですよね。それでやっぱり先ほどの亡くなった一高生の方には申し訳ないんですけど、スペインインフルエンザと違う決定的なところは、やっぱり早期にしかも超強力なワクチンが入ってるっていうことで、全世界で死者がこんだけ減ったのかなっていうところが言えるかなと思います。それでまあ日本の死者数の移り変わりですけど、まあ、トータルの死者数じゃないんですけど、まあ、やっぱりそれでも実は正直やっぱりそのヨーロッパ人によく言われるんですけど、途中から日本って完全に初期からウィズコロナに振ってるようにマスクしていろいろ活動してっていうことで、それもあって、やっぱり死亡者はどうしても増えていってしまっています。まあ、この死亡者増えた原因は、正直、ワクチンがいろんな理由で接種できなかった人っていうところもあるんですけど、あとはやっぱり2020年中期ぐらいからまで、2021年初めまで流行ってるコロナウイルスは、子供の感染が非常にしにくかったんで、そこの引っ張りで子供は大丈夫っていうことで突き進んできたんで、やっぱり子供から家族内で移されて保育園で流行してっていう感じで、ちょっと行動制限していっても防御しきれずかかった人らがどんどん亡くなったのが、この2023年にかけてのところかなと思います。でこうやって見てきたら、まあ世界共通なんですけど、メッセンジャー RNA ワクチンを初期シリーズプラス追加接種1回か2回接種で重症化率が減った。この場合は重症化肺炎やと思ってください。でまあ、そういったことで社会がウィズコロナを、まあ、ほぼ許容してきたかなっていうのが現状かなと思います。でちなみにもうコロナに感染したらええのかなっていうことなんですけど、これ厄介なところで、ざっくり言うと、気道系のウイルスって、マシンとか、デング熱とかと違って、全身血液入って、もう一回その血液の中走り回って、二次免疫臓器で増幅して、っていうような増幅形態を取らないんで、超強力な免疫が体につくわけじゃないんですね。だからインフルエンザでも何でもかかりますし、旧型コロナも何度でもかかるんで、まあ、そこが一つ問題になります。呼吸器系の影響なんですけど、一部の患者群では重症コロナ肺炎を起こしてしまう。またインフルエンザと同じく細菌性肺炎をその後合併しやすいっていう呼吸器の影響があるのと、あとは、ちょっとこれまたまた分からなくて、イギリス、アメリカがすごい言ってるんですけど、ロングコビットといわれる慢性疲労性症候群や認知能力の低下っていうことがちょっと問題になってます。これちょっとまだ分かってないところですね。
これからを見る上で、やっぱりじゃあ、過去の感染してたらどれぐらいかなって言ったら、重症化予防効果は12ヶ月で 74% 程度。まあ、一方、なんかワクチン接種して感染したりした人っていうのは 97% ぐらいで、やっぱり自然感染よりワクチンやら、プラス感染してる方が、なんか重症化予防効果があるよっていうことなんですが、当然感染予防効果はもっと低くて、感染、普通の感染やと12ヶ月で 24%、重症化予防、感染予防効果12ヶ月後、ワクチンやとでも 41% っていうところになっています。これが BA5、BA2 以降の、コロナに対する予防効果っていうことを見たところなんですけど、まあ、やっぱりワクチン打っとったら結構、やっぱりウィズコロナいけるっていうのがデータ的にもわかります。まあ、致死率どうか。まあ、致死率なんですけど、まあ、実際の確定患者数後の死亡者数で見ると、どっちがあって、真の全感染者から死亡者数っていうのはなかなか無症候の人がインフルエンザもコロナも多いんでわからないんですが、まあ実際当初無治療で見たらどれぐらい死ぬか。まあこれウーハン、一番初めの頃にオランダの老人保健施設アウトブレイクした場合、死亡率は何もしなかった時、男性 35%、女性 22%。これってでもね、まさになんかスペインインフルエンザ並みやなってこれ見て思ったんですけど、治療法とかサポートが開発されてきた段階で、メキシコのちゃんとした産児病院の入院患者のデータでは、入院患者さん、確定患者さんのうちで、きっちり治療したら 4.96% まで死亡率下がれています。まあ、医療体制がしっかりしてたら、やっぱり治療に入った人はかなり下げれるなっていうのはこれから見てもわかります。それで、まあ、鳥インフルエンザは14から33%。やっぱり無治療、初めのコロナ、ワクチンなしコロナ並みに怖いんですけど、普通のインフルエンザはやっぱ 0.1 から 2.5 くらいですね。それで、まあ、ワクチン打った状態で今、死亡率、コロナどれぐらいかなってみると、これオーストラリアのデータなんですけど、やっぱり、治療、これしてる前提ですけど、0.1% なんですね。去年のインフルエンザの死亡率がオーストラリア 0.06% らしいんで、まあ、ほぼ並んできたのかもしれません。まあ、日本もすごい下がってきてますね、死亡率。ということで、やっぱり、最後にこれ、法律のことを話していって終わるんですけど、だから、はじめ指定感染症、検疫感染症ということで、行政がある程度、ヨーロッパほど、強制的に人権制限はかけられないけど、おすすめ制限かけれるっていうところに来たものが、2021年の2月13日から、完全に新型インフルエンザ等感染症ということで流れてきています。それが、まあ一応5月8日から5類感染症ということでなってきます。まあ、5類感染症って、どれぐらいかっていうところになるんですけど、まあ、感染拡大を防ぐためのお願いができないということと、治療費の公費負担がなくなるということになります。それで、まあ、それぞれメリット、デメリットがあるんですけど、我々としては、市民としては、入院が必要な場合、ちょっと入院しにくいかも、あと、治療費負担がなくなるっていうところがあります。はい。で重症化する人っていうのは、ワクチン打ってない人と、あともう一つ今分かってきたのが、B セル除去療法っていう治療薬を使ってる人と、セル投与をある程度以上行ってる人が肺炎を起こしやすいっていうことになります。まあ、この辺の人が最後にですね、この飛沫エアロゾルを浴びるっていうところに一番予防できるのがやっぱり N95 マスクってことになります。やっぱり N95 マスクをつける同士やと、実は感染してる人もつけてると、まき散らしにくいとか分かってるんで、マスクなし、感染率 60% で右に比べて、両方とも N95 をつけて喋ってると、ここまで喋れるんですね。逆に言うとですね、皆がマスク着用しなくなればどうしたらいいかっていうことなんですが、重症化リスクのある場合は、自ら N95 マスクを適切に使用するっていうのが、こういった重症化リスクのある方の、条件、ウィズコロナの条件かなと思いますし、また会食などマスクを外すときはリスクを有することをその方々が理解していただくっていうことと、あと自分がちょっと濃厚接触者というか感染してるかもと思ったら、逆にそういった方と出会うときは N95 をつけたらいいんじゃないかなっていうのが、ちょっとこれからのウィズコロナかなと思うので、ちょっとウィズインフルエンザより技術が発達した分、ちょっとそういったところになってきたのかなと思うので、ここで話を終えたいかなと思います。はい、ありがとうございます。
大石さん、どうもありがとうございました。それでは、10分間の質疑応答に移ります。まず、会場からですね、ご質問のある方、挙手をお願いいたします。もし内容でした。ありがとうございます。これからコロナとどのように共存していくかすごく重要かなと思ってるんですけど、王子先生のあれだと N95 で完全ブロックするのがいいというふうにおっしゃったかなと思うんですけど、逆に今中途半端なマスクをつけて、低容量に暴露されることによって、まあ、持続的なワクチン効果みたいな、いう方策っていうのはありえますか？自分としては、その一部のウイルス感染症で、ブースターをかけ続けるっていう概念っていうのは、一つのウイルス感染症であって、それが、水痘帯状疱疹ウイルス、ヘルペス属の3番目のものなんですね。これマスクじゃないですけど、持続的に暴露していることで、免疫のある人が、免疫が再活性化されて、帯状疱疹として体の中で再活性化するリスクを下げるっていうことが理論的に言われてきたんですけど、やはり暴露しなくなったら発症リスク上がることが最近言われてきたので、理論的にはつけないで暴露し続けるっていうのはありかもしれないなと思います。ただし、ちょっとヘルペスウイルスでも属でもそういったものがあるんですけど、ちょっと今やっぱり一番分かってないところが、アメリカ、イギリスで言われている再感染による、いわゆる慢性感染、まだ自己免疫反応じゃない慢性感染みたいな状態になって、やっぱり認知症的なタイプのロングコビット等が言われていて、ちょっとそれが僕自信がないんですね。自分がおそらく B セル除去療法をすることになったら、リツキさんとかガザヤバっていう商品名の薬を投与されることになったら、常時 N95 をつけて僕動くと思うんですけど、普段やったらたまに会食ぐらいは今の僕の免疫ステータスやったらいいかもしれない。ただそのリスクとしては、そのロングコビットがあるかもっていうところがちょっと懸念が残るっていうところなんで、理論的には戻ると、マスクなしで暴露っていうのは言われるけど、それとロングコビットの、リスクっていうことの天秤になるかな。まだこれから研究が進むかなとは思っています。結構神経系 の基礎研究者の先生、アメリカとかでも結構なんか結構神経細胞に意外とこいつこのウイルス、呼吸器系のくせになんか感染持続するとかいうことすごいいろいろ今アメリカの方で研究されてるんで、ちょっとその辺これから基礎的知見も含めて分かってきて、さらにそのリスクがどの程度か見積もっていけるんじゃないかなと思っています。もう一個はいいんですか？はい、多分医療関係者って、N95 に対する抵抗感があんまないかもしれないなと思うんですけど、一方で先ほどこの株の変異がするごとに子どもを介した家庭内感染がなってくるという現実を考えると、なかなか実践難しいかなと。なんかもうちょっとなんかこの防災という観点がわからないですけども、そういう医療関係者以外に対していいアドバイスがあったりします。ありがとうございます。いや、防災という観点から実はあえて今日意見が分かれるかもって言わなかったんですけど、今まさにどこの層にアプローチすることで発生源をブロックできるかといって、やっぱり子どものワクチン接種率の向上なんですね。やっぱりマスクを外してワクチン打ってたらこんだけいける、特にですね、実際問題その80、90歳のこの1月、12月もワクチン打って3ヶ月後の方が高齢者、そういった方感染してもみんな減っちゃらないですよね。熱すら出ないぐらい、肺炎もちろんならないし。だから一方なんかワクチンなしの子どもって結構激烈でやっぱり即死される方もいらっしゃいますし、って考えるとワクチンのデメリットは絶対あるはずなんですけど、副作用もゼロじゃないですし、やっぱり子どもの層にワクチンを広げて、子どもから他の大人とか高齢者にっていうところもブロックすることで、より多分安心して家庭内でもマスク外していけるんじゃないかなと思うので、実はその防災の観点からは次にアプローチするのは接種率の低い子ども層へのワクチン接種というところが強靭な社会免疫という言い方が、この場合普通のハードイミニティじゃないですけど、作っていくんじゃないかなと思っています。ご指摘ありがとうございます。その他会場で質問がございますか？なければスライドの方から質問を見ていきます。
ウィズコロナを前提とした場合には、今後はどのような生活を送ると良いでしょうか。またこれは災害時などにも言えることかもしれませんが、信憑性がなさそうな情報もあふれる現代かと思いますので、医療機関、医療関連などで角度の高い情報を集めるなどに集め方などについてアドバイスなどもいただけると幸いです。このメディアリテラシーの問題っていうことは、ちょうど今、自分、ちょっと別枠の研究で、ちょっと他の大学の先生方とちょっとやろうかなってしてるとこなんですけど、その、客観的に情報の受け取り手が、気をつけることとしては、やっぱり、その情報がどこから発信されているか、発信してる人はどういう利害関係がその情報に対してあるか、それから、情報が発信された日時ですね。これどの時点の情報かっていうのも大事なんで、やっぱりその辺のところを見ながら情報を集めるしかないと思います。それでやっぱり正直な話、リスクコミュニケーションに関しては、日本に関しては厚生労働省はすごく頑張ってるので、やっぱりある程度厚生労働省とかやっぱり他国であっても、ある程度その日本と同じ方向を向いている国の保健機関が発生している情報っていうことを信用していく方がいいんじゃないかなと思ってます。それがまあ今の発信元にもつながるんですけどね。それでやっぱり自分としてはかなりそのメディアリテラシーっていうのを気にしながら情報を取捨選択することを持ってやってるので、逆にこの人が言ってるから正しくないっていうことは鵜呑みにしないようには気をつけてはいます。すみません、こんな感じ。時間は大丈夫ですかね。もう一点、マスクや人権制限など国の来歴や文化の違いが結果を大きく変えている点に、対策効果の可能性と事前対策の難しさを感じましたという意見ですね。今日はお話しできなかったんですけど、実は私が学生、子ども時代に比べて、日本の感染症の法律の人権制限に関わる部分は、決定的に取り去られてます。皆さんよくご存知の雷予防法の撤回がそれで、あれと同時に、他の感染症法での人権制限という部分もことごとく撤回されています。その状態で今回、新型インフルエンザ、その後の今度は新型コロナウイルスに日本は突入したので、逆にそういったヨーロッパ、西ヨーロッパ諸国から言われるような、なんで君たちはそんなに甘いんだって言われる状態になってしまったのは、まさにその雷予防法の影響っていうのが日本はあると思います。その一方、政府からのお願いで空気を読んでっていうのは日本人のいいのか悪いのかいう特性で、これに政府はただ乗りフリーライト的な感じで乗っかってよろしくっていう感じでやったのが日本。結構これタイも空気やでっていうのをリアルタイムで今も聞いてて、タイも結構もともとマスクする風習があるのが文化的な背景もあって、なんか人が人を映るんやったらマスクしようや、3密で、向こうもね同じように3密言うてたんで、やっぱりまさに国のバックグラウンド、国民性によって対策の難しさ、やりやすさっていうのは違ってくるなっていうのは、今回の新型コロナ対策で非常に各国聞いてて思いました。やっぱりイギリスとアメリカの南は難しいなっていうのは、ずっと向こうの友人から聞いてて思いました。続いて、コロナ禍が終わるというのはどのような状態で、今後のパンデミックを備えて、コロナ禍の教訓がどのように法体系などに反映されるというんですか。これ今の話にまさにつながるんですけど、終わるっていうのはやはり社会がこれぐらいのところで死ぬのを受け入れるっていうところになってしまうかもしれません。例えば電気自動車にすべて置き換えて、ちょっとの雨で時々今までなかった車の事故で死んでしまう、それを許容するのももしかしたらそうかもしれません。ということで、今ある程度ワクチンを打ってこれぐらいの死亡、時に今まで死ななかった状態で死んだり後遺症残る、これを許容してきてるので、もう今はちょっといけてるかなと思うんですが、法律に関してはやはりちょっと今の話じゃないんですけど、もうちょっとしっかり詰めて、もうちょっとそのヨーロッパ並みにある程度制限する法律を作らない、本当にやばい時には仕方ないんじゃないかなと思うんで、新たな法体制の整備が僕は望まれると思います。では続いて、貴重なお話ありがとうございました。私たちは日頃どういった生活を心がければ良いのでしょうか。ヒントになりそうなことがあれば教えてください。
これはやっぱり換気が悪いところに行かないっていう、昔の結核やインフルエンザの時代と同じような感じのところで、まあ、あとは咳してるときはマスクをしよう、咳してる人はちょっと避けようとかいうところかなっていうところを気をつける。あとはコロナに限らず、やっぱりワクチン特に打てる人は打って予防しといたら結構いいかなと思うので、ちょっと今日は詳しく話しなかったけど、コロナとかインフルエンザなどって普通の細菌によるバクテリアル肺炎を起こしやすくなるんで、普通の人でも若い人でも、ちょっとまあ年齢に通したら、その起こしやすい細菌の肺炎球菌っていうもののワクチンとかも打っておいたらいいんじゃないかなと思います。コロナのワクチンだけじゃなくて、そうやってワクチンとか手洗い、マスクっていうところになるかなと思っています。はい。じゃあ次です。今後、スペイン風邪や COVID-19 のような世界的に感染が拡大する新たなウイルスが発生した際に政府は取り組んでいるのでまさに非常に難しい問題で、迅速なワクチン開発及び、ちょっと僕今回日本人やタイ人は空気を読んでいたけど、ある程度主権を制限せざるを得ない準戦争に状態に応じた法律とかの制定も望まれるんじゃないかなと思います。それでワクチン開発に関しては非常にいいところで、やっぱりメッセンジャー RNA ワクチンが一気に今回実用化されたということ、これ設計は非常に楽です。それで今回のおかげで選択と集中によって日本のメッセンジャー RNA ワクチン東大医学系のものが2018年にフェーズ3直前でストップさせられてたのがコロナのおかげで再開したんで、次のパンデミックはおそらく日本独自でメッセンジャーあるわけにすぐ作れると思います。第一産業と東大学研がもうその戦略的なところで、あと塩野義という会社が抗ウイルス薬の体制も生産体制開発体制も作ったんで、次は自前で作るっていう体制で日本自身も考えているので、まあ、法体制の整備というところでいけるんじゃないかなと思ってます。最後の質問です。日本でも地域によって感染率の違いはあるのでしょうか。はい、これはちょっと先日まで僕福島におったんで、その辺の話を聞いてきたんですけど、やはり福島は先ほどの N 抗体の情報でも感染率は低いです。でおそらく青森の方ももっと秋田の方ももっと低くて、やはり東北地方で周囲と激しく交流しない、かなり自主的に自粛、若者から高齢者も指定しているところはやっぱり感染率すごく低いです。まあ、そこら辺逆に先にワクチンを打ってる方も多いんで、今後もワクチンをアップデートしていったら、そのまま感染死亡者数少ないまま東北は勝ち組になるんじゃないかなとかいう話をちょっと友人たちから聞いて思ってました。はい、街歩いても結構普通にもう福島市内とか飲み会するよっていう感じで、少人数やったらとかいう感じではありました。時間になってしまいました。以上で質問を終了させていただきます。大石さん、どうもありがとうございました。